ドラゴンクエスト4、導かれしゲシュタルト、実況者は DAL で、ダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。神は自らの涙をその手に受け止めると言われています。どうぞお気をつけて、行ってまいります。これあれなんですね。やっぱ最後の鍵を入手してからじゃないといけないような仕組みになってるんですね。足元は何もないか。これ水面だよな。綺麗だな。太陽光が綺麗に当たってなんか道みたいに見えますね。ほう。あー、4人か。よし、じゃあ行くぞ。まず先に、コメントを一つ見たい。パート28でいただいたコメントですね。隣のスザクさんからいただいたコメントです。うわー、アームライオン出てきちゃう。マジかー、これまずいんじゃねえかなー。イオラでおて、おて?イオラでおて?アームライオンに。おて!おてしてくれば。やっぱ、ソロにダメージが集中してくれば全然問題ないけど。アームライオン何が脅威かっていうと、やっぱりこの2回攻撃ですね。キラーピアス状態なんで、ソロに集中してくれないと。イオラ1回と、プラス攻撃1回か。この場合は、ちょっと待ってね。この場合はさ、思ったんだけど、キラーピアスより、今のところは、炎の爪の方が効率が良さそう。攻撃プラス、その、あれはメラだったかな?メラ的な効果があるでしょ?メラミかな?あれ?違うか。使うとメラミになって、こちら忍び足してないんですけど、先制取るのやめてください。あれ関係ないか。関係ないか。シックスの話と混同してるんだ、これ。炎の爪で攻撃するとさ、ブワってなんか出るんだよ。それが、フォーは確かなかったな、思えば。イオラっていくよ。ビビンバのベギラマの方が厄介か、とりあえずは。アムライオン通常攻撃のみなんで、のみのようなので。とりあえず、ソロに攻撃が集中すれば問題ないから。うわ、効かないパティーン。あ、ベギラも一回しか打てない。これオッケー。いい情報だ。コメントを、話そう思って話せない。隣のスザクさんからのコメント。ウポツです。ダルさんどうもです。最近コメントできなくてすいません。いつも見てますよ。ありがとうございます。攻撃。私的にドラクエ4が一番かなと思うんですが、ダルさんは何が一番ですか?と、ファミコン版ゼルダとかどうですか?ダルさんは何が一番好きですかっていうのはまずドラクエの件だと思うんですが、このドラクエは、ドラクエは自分は、8かな。でもまあ、6と7も捨てがたい。6と7も捨てがたい。6と7は、まず職業があるんで、自分の好きなね。金かな?職業があるんで、それをこうコツコツ貯めるのがすごい楽しいやって。ストーリーよりね。ストーリーも好きだけど。悪いなぁ。攻撃、ビビンバ先だよね、ビビンバだよね。で、クリフト回復して、イオラ。でもやっぱ8かなぁ、ドラクエは、やって一番、いいなって思ったのやっぱ8ですね。世界観にしてもやっぱ綺麗だし、グラフィックが。やっぱ8かなぁ、8ですね。で、あとファミコン版ゼルダとかどうですかっていうのはきっとね、この、パート28を上げた時にこのメッセージがじゃ出るんだよね、最近ね。出るようになってるんだけど、このメッセージを、動画を上げた時に、もう半分過ぎてます。そうそう、新実況も考えないとっていうコメントを付加しといたんですよね。まあ、そのことに対してあとファミコン版ゼルダとかどうですかってきっと言ってくださったと思うんですが。ファミコン版ゼルダっていうと自分、神虎しかわかんないんだけど、神々のトライフォースしかわかんないんだけど。神虎もう一回実況してるからね。実況してるから。どうかな。ただまだ確かにネタとしてはあるけどね、縛りとして
お渡し機でやるっていうのも楽しいかなと思うけど。お渡し機ってみんな知らないだろうな、でも。でもまあ、神虎はないかな。縛り実況もさ、確かに楽しいんだけどね。積む様子が楽しいと思うんだけど、見てる方は。これぐっちゃぐちゃだな。ちょっと待って、まだ下の階の探索が終わってない。あ、違う、一階だからいいんだ。行かなくていいんだ。オッケーオッケーオッケー。自分やっぱりアクションゲームってね、なんていうのかな、自分のポリシーみたいなもんを今から語ることになるんだけど、そのサクサク感みたいな方がね、大事かなと思ってて。確かにお渡し機は楽しいかもしんないけどね、見てて。自分お渡し機でやっても苦戦しないように実況しそうだから、あんま向いてないかもしれないですね、縛り実況は。そんな気がするぞ。イオラ、効かないパターンがあったかな。ちょっとベギラマ一回打ってみるか。あ、思った。これ、回復するより、うわ、うまいな。力貯めて攻撃とかか。でもまあ、二回攻撃とあんま変わんないか。これ、アームライオン戦は、魔法に頼るっていうより、クリフトのスクルト一回で勝ちだな。そっちのが、MP の消費が、戦闘効率が良さそうな気がする。レギュラーマの方が安定して効くかな、そんな気はするが。ちょっと次回以降戦い方若干変更だな。スクルトで戦った方が効率的だ。経験値じゃなくて、戦闘効率がいいな。種溜まってるよね。結構種溜まってるよね。ほら。14とかです。そう、種論争もさ、最初あったよな。もう、道具がなくなる、なくならないみたいな。ブリザードマンやばそう。こいつやばそう。先集中的攻撃だ。うん。アリーナに炎の爪つけて正解だったかも。キラーピアスだったら若干残ったんじゃないか。どうだろう。あれ？行き止まったぞ。あれ？あったたたた。ピンポイントでこれで隠れてたっぽいね。視界から。これで勝ちだ。安定して勝ちだ。マーニアは、そうか。攻撃メインなのか。攻撃魔法メインなんです。この守備力の値がさ、アスクルトで上げるときの守備力の値が、毎回変動してるんだけど、きっと、現在の防御力だね、これね。防御力を上げれば上げるほどか、防具で。上げれば上げるほど強くなるんだ。クリフトが補助魔法を中心に戦闘させてるけど、戦わせても強いんだよね。はぐれメタルの剣つけてるから。それがいいとこだ。ちょっと100台にの、わあ、なんか乗せとかないとちょっと不安。ん？入れる？罠か。あー、いや、迷路だな。逆サイから来る感じだね。特に宝があるわけじゃないか。でもなんか上行けるな。ただ、多分真ん中から、この真ん中の内部から上に上がってくのがおそらく本筋の流れ。つまり、本筋の流れじゃないところから行けば宝箱があると予想するが。こいつはめんどくさいやつだったな。狙いで一匹落とせるか確認しとこう。大丈夫。焼けつく息とかが来なければ。オッケー、一匹倒してお前。B か C。じゃない、B か D だけど C 行っちゃった。効かないか。根本的に魔法が効かないな。甘い気めんどくさいぞ。ソロが残ってて一回攻撃できた、うまい。火の玉問題ないな。一封じっていうなんか特技があればね。モンスター色だな、でも多分一封じって。あー、通常色で言うとなんだ、一封じはどの類に入るんだろう。上級色で覚えそう。なんていうの、バトルマスターとかそういうところじゃなくて、もっと特殊な上級職で覚えそうな気。
がするかな。まずい。自分の流れっていうか言おうとしてたのが、どうやら外れだったらしい。こっちが本筋の流れですね、おそらく。逃げる。ああ、逃げれないか。強いな、こいつが。この補助系攻撃がある相手と戦闘するのは時間がかかりすぎるな。逃げたい。ものすごく逃げたい。大して経験値くれないんだからさ。戦っても意味がないんだもん。これだったら、王家の墓行くよね。はぐれメタル倒しに行くよね。3回目でか。マーニャが死にかけてるぞ。危ねえ。手動回復。意外と、一応外見とこうか。あ、よかった。よかった。うん、取れない。お、これはまたはぐれメタル戦に有効なものだね。確か回し、当たりにくいけど回心が、だよね。うん。回心が出やすい。これ一応トヘロス撃っとくか、あんま意味なさそうだけど、逃げれないってことは、レベル差がないってことだから。これはめんどくさそうだな。ブリザードマンを先に倒したい、気持ち的に。ナイス。うわ、めんどくせえ技。オッケーオッケー。先に、死神より先にソロはマーニェが撃てば、よしいぞ。ソロ来い。ソロ来い。あー、まどろみの剣、眠らせてくる。うわ、バカ。しかもピンポイントでソロ。なんて空気の読む。あー、まずいぞ。走りトカゲ、ベホマラーがあったから、先に倒さざるを得ないな。あはぁ、バッキャロー。あー、意味ねえ。まったく意味ねえ。つえ。44。これ意味ないぞ。意味ないぞ、これで、こう、走りトカゲが。もう、めんどくさいぞ、これ。クリフト来い、クリフト。よし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 。ベホマラ撃たなきゃ問題ない。あぶね。敵もさ、敵の AI も頭いいよな。てか死なねんかい。一匹は倒せる。よし、オッケー。ピン、このなんていうの？ソロに棒攻撃が集中してくれれば問題ないのに、ピンポイントで、ちゃんとアリーナとか狙ってくるあたりが、さすがだなって思うわ。全然ソロに攻撃来てないもんね。敵頭いいわ。下から来るタイプか。いや、違った。取っていいんだな。ミミックか。小さなメダル落としてくれるんだったら喜んで戦うけど。ルカニってあった？マホトーン一発撃っとくか、怖いもんな。ナイス。おお！強い。落とさないか、そうか。待った。あ、そっか、ここか。このパートで魔人像はクリアしたかったけどな。さすがに無理だったか。2箇所出れるとこがある。一応出とくか。嘘だろ？あ、いや、これ正解だ。多分正解ルートだ。よかった。下からやることになるのかと思った。これ正解ルートですね。あ、てか行きたいとこにまさに行けたじゃん。あ、でもアイテム取り損ないあったら嫌だな。あ、大丈夫そう。お、お、お、か、神か、神ルートか。ん？レバーか。あ、レバーか。全然レバーに見えなかった、角度的に。あ！なーる。理解した。魔人像歩くんだ、これ。はははそういうことだったのね。これでも、どうすんだろう、バック層で戻るのかな。
まあ、走りはしないだろうけど。宝箱取ったのに、取ってない判定になってる。すげえなー。実際この今みたいにさ、動画を作るってなったら、カメラ制御っていう技が必要になってくるんだけど、どうやって作ったんだろうな。おーし、出れた。じゃあ今回はここまでにしようかな。四角ボタンを押すと見れる。次回この東に進むときっと村か町があると思うんで、次回そこからスタートしたいと思います。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。